ます。今日も一日始めます。おはようございます。今日は対面で会議があるのでスーツを着て出社します。朝からパパイヤを切っていきます。朝食べます。いただきます。美味しい。ごちそうさまでした。完食です。じゃあ今から出勤していきます。オフィスにさっき着いて、その後に毎日お気に入りのアロマティカを飲んでいます。で、飲みながらメールを確認したりとか、今日の予定を確認して、だいたい朝の9時からミーティングが始まることが多いので、それに向けて準備を整えていきます。本格的にお仕事を始めていきます。最近やっていることとしては、来月に日本の政府の方が来るような大きな会議を日本コロンビア商工会議所の方で取りまとめることになっているので、それに向けたイベントの企画を行っています。私自身そのイベントの時にプレゼンテーションの内容を詰めていたり、調査内容を調べていたりします。また、毎月月末にニュースレターっていうのを発行しているんですけれども、そこでインタビューを行って、インタビューを記事化したりだとか、コロンビアの法律や経営情報、また日本の経済など、日本とコロンビアが関係するような記事を執筆しています。で、その執筆を今日は行う予定です。今日の午後には大きな大阪エキスポの会議が入っているので、それに向けてちょっと事前知識を入れたりだとか、そういうこともしていきます。今からお昼ご飯を外に食べに行きます。いつもは、オフィスにお弁当を持ってきてるんですけど、実は今日友達がコロンビアに来ているということで、お昼ご飯を外で一緒に食べます。今、日本から友達が来ています。14期でカンボジア行ってたゆうたろうです。遊びに来ました。今日の午後はエキスポ大阪についてのレユニオンを行いました。じゃあ、Mi nombre es Agustín Vélez. Soy el comisario general que ha designado el gobierno de Colombia para representarlo ante la feria de Osaka. Un reto maravilloso. Gracias. ¿Cómo está? Mi nombre es Luis Fernando Escallón, el gerente líder de la feria de Expo Osaka. Aquí trabajando en pro de nuestro país y el país de ustedes. Muchas gracias, Oscar Romero, director ejecutivo de la Cámara Colombo-Japonesa, y aprovechamos esta reunión de hoy para comenzar a promocionar a Osaka 2025. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. 現在はコロンビアで勉強する方や、コロンビアから日本とか海外の国に勉強する方、大学生や若者に向けた奨学金についての会議を行っていました。Soy María Francisca Cepeda, la jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales del ICETEX. Estamos hoy hablando con la Cámara Colombo-Japonesa sobre Beca Colombia, que es una oportunidad para que los japoneses puedan venir a estudiar posgrados en nuestro país con una beca muy completa.現在は、コロンビアにある大学で学生のための教育プログラムで日本人を対象とした旅行プログラムを考えています。Y el resultado de ello, colocar una ciudad que pueda tener su cadena de suministro y darle respuesta a esas necesidades. Ok, muy bien. Entonces, igual los esperamos para que participen en esta muestra que vamos a estar desarrollando dentro de poco tiempo con la ayuda de Sakura. Gracias.
先ほど最後の会議が終わりました。現在の時刻は夜の6時です。日本とコロンビアの時差が実は14時間あるんですが、私たち日本コロンビア商工会議所では日本の方ともオンラインでミーティングをすることがあります。そういう時には夜の7時頃からオンラインのミーティングを開催することが多いです。で、今日はそのミーティングがないので今から帰宅していきます。Con unos merengones, pero ahorita vamos a empezar a aprender algunas palabras en japonés y frases con Sakura. Yeah. 今まで日本語の勉強を友達としていました。そしたら隣に座っていたお客さんが日本に留学をしている方だったみたいで、日本語の先生かっていうふうに聞かれて、で、日本語のクラスがあったら入りたいっていうふうに言われました。なかなかコロンビアでは日本の方と出会うことが少ないんですけど、日本に留学している方とか興味がある方と出会うことはたまにあるので、そういうことがあるとすごく嬉しいです。先ほど帰宅しました。現在の時刻は夜の7時半です。今からすぐにシャワーを浴びていきます。基本的に帰宅したらすぐにシャワー浴びることにしているんですが、なかなか疲れて動けないっていうことがあるので、そういう時のためにすぐに帰宅したらオンライン英会話を予約することにしています。そうすることですぐにシャワー浴びることができて、その後に英会話を始めることができるっていう風にルーティン化しています。その後は大学の課題のスペイン語の勉強をしていきます。私は基本的に毎日月曜日から金曜日まで朝から夜までインターンシップを行っているんですが、その9時の始業の前の2時間で大学に行ってスペイン語の授業を週に2回受けています。で、その課題があるのでそれをしていきます。で、その後は明日の準備だったりとか予定を確認したり、たまに日本の大学の授業やその課題をすることもあります。じゃあそれでは今からオンライン会話を始めていきます。Today's lesson, you have chosen free conversation. All right. Yes, right. Do you have any interesting topics that you would like to talk? Or would you like me to pick? Yes, please. Oh, okay. I see. So what brought you to Colombia? Now I'm working as an intern in one company, one organization, which connect to Japan and Colombian company and organization and universities, yes, etc. パパイヤです。今から夜ご飯を作るんですけど、夜ご飯は納豆のパスタにしようと思います。実は、お仕事で日本の食文化についてプレゼンテーションをさせていただく機会があったんですけど、その時に用意していた納豆が余ったのでいただいて、コロンビアで納豆が食べられることになりました、すごく嬉しいです。夜ご飯を準備している間に毎日フルーツを食べるのが好きなので、買ってきたパパイヤを切って用意したいと思います。和風納豆パスタです。納豆がコロンビアで食べられるなんて幸せですね。本当にごちそうさまでした。完食です。私は今コロンビアのボゴタっていうところに住んでいるんですが、標高がとても高い場所なので赤道近くであっても夜になるととても寒いです。なのでいつも夜になるとダウンとかレッグウォーマーとかをつけて過ごしています。こんな感じです。作文とかをすることが多いです。課題も全部終わったので今から
ウィークリープランナーをつけていきます。ウィークリープランナーも書き終わったので、今できることはちゃんとやってしまって、でゆっくりしたいと思います。先ほど明日の準備ができました。明日は金曜日なんですけど、お仕事終わりに夜行バスに乗って違う都市に旅行に行く予定です。いつもはもっと小さなバッグで、折りたためるようなバッグでお仕事に行っているんですが、今回はまあ服とか少し大きめのものが入っているので、いつもより少し大きなリュックに入れています。動画を撮った一日について、当初はスペイン語もあんまり話せなくて、会議に参加させていただいても、まあ、話を聞くのがやっとだったんですけど、今はようやく自分の意見を言えるようになったりだとか、逆にそれを知って意見を求めてくれる方もたくさん出てきたので、それはすごく嬉しいなっていうふうに思います。その分仕事量も増えてきたりとかして、まあ、大変な部分もあるんですけど、自分自身がやりたいと思って来たので、やりたいと思ったことをやれるっていうことをすごく幸せに感じています。またいろんな試練が来ると思うんですけど、その度に考えながら、助けを求めながら乗り越えていけたらなっていうふうに思います。じゃあ今日も一日お疲れ様でした。ありがとうございました。